どうもこんにちは。はじめまして、草薙と申します。クイズノックさん。はい、はい、クイズノックと申します。どうも、今回はコラボレーションさせてもらってありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。いや、元気そうで元気です。すごい。コラボできるということでテンション上がってます。ありがとうございます。なんかめっちゃ嬉しい。僕も嬉しいですよ。ありがとうございます。ね、今日なんかいろいろ考えてくれたっていうことで、そうなんですよ。藤野さんが、はい、どんなことを僕とコラボレーションさせてもらえるんですか。ちょっと草薙さんにクイズ王になってほしいなと、はい、あ、なんかやっぱりクイズノックだけにやっぱクイズは得意。はい、もう、まあ、俺はね、超得意。本当全員怪しいな。怪しくない。それはなんかいろんなジャンルをやっぱり日々こうなんか勉強されてるんですか。そうですね。基本的にはもう苦手ジャンルないようにいろんなジャンルを詳しくなると。本当。じゃあ、あの、僕の好きなジーンズの、やばい。やばい。やばい。じゃあ、リーバイ・ストラウスは、何年に生まれた。むずすぎる。僕もわかんない。だろうか。ちなみに、あの、草薙さん、僕のこと覚えてます？え、会ったことあるんですか？会ったことはないんですけど。一緒に踊った？それすごい。踊ってたら最高なんですけど。会ったことはないの？会ったことはないんですよ。で、なんで覚えてるという、確かに。ワードが。お、なんか、そこら辺もクイズかな。謎謎ですか？何で知ったでしょう？そうです。1ヶ月前ぐらいに、うん、あの、僕のことは絶対見てるはずです。1ヶ月前に？ぐらいですね。それは実際に見てるってこと？いや、VTR で見てる。あ、じゃあ何か番組に来ていただいたのかな？あ！うさかめですか？あ、その通りです。正解です。そうなんです。つながった。そのチームの方ですね。あ、そうです、そうです。なるほど。あの、違う番組なんですけど、うん、お世話になってます。お世話になってます、こちらこそ。あ、でも、その時負けました。負けました。あ、負けました。あ、そうだったね。あ、そうか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 。よくお気づきで。そうなんです。あ、思い出した。はい。僕は、あの、大阪の影響いっぱい覚えたよ。そうだ、そうだ。はい、あ、なんだ、ノックちゃん。急に親近感が。あ、そうそうそう。つながった。しかも、うん、めっちゃファンなんですよ。あ、ありがとうございます。ずっと見てて、あの、親が、すごい好きで、それから、お母様が、はい、見るようになって。お母様なんていうお名前は？安子と言います。安子さん、ありがとうございます。やばい。いい息子さんも育てられましたね。安子さん。ありがとうございます。とんでもないです。本当。妻とかすごい見てて。あ、ありがとう。じゃあ絵でも描けますか？なんか絵心の。最高です。クイズノック。何を今日は考えてきてくれたんですか？今日はですね、あの、クイズ対決をしていただきたいんですけど、はい、まあ、いきなりクイズ王と当たると大変だなということで、事前にめっちゃ知識詰め込んだら勝てるのかという企画です。あ、うん、じゃあ僕は今から勉強しないといけないから。そうです。まあまあ、それだったら結構ね、ハンデがありすぎなところに、うん、まあ、ありがとうございます。やってみますよ。はい。なんでちょっと、うん、何の勉強ですか？決まってないの？決まってます。あ、決まってるんだ、はい、ジャンルは決まってるんだ。ジャンルというか、まあ、これここから覚えてくださいっていうのはありますので、うん、はい、それをまあ、あの、鶴崎が先生となって教えるんで。お伝えします。はい、あ、そうなんですね。一応、教員免許も持ってるんで、お入れて。じゃあ、教えるのには。うん、まあ、いい、大丈夫でしょう。大丈夫でしょう、多分。本当。じゃあ、教えてください。はい。はい、東大ですか？あ、東大。東大出てるんですか？はい。あの、博士課程まで、あの、最後まで大学院まで行きました。やばいじゃないですか。頑張りますよ。やばいっすね。そんな、やばいね。そう、9年いました、東大に。すっごいね。おー、なんかもう、異次元すぎて。いや、そんな、光栄ですよ、その方から。多分、じゃあ僕も頭良くなっちゃいますね、今日ね。うん、まあ、なるかもしれない。なるのかな。まあ、知識は増えるはず。知識は増える。間違いない。あ、じゃあ、よろしくお願いします。頑張りましょう。一緒に頑張りましょう。頑張ります。お願いします。じゃあ一回ボタンの練習だけしておきましょう。はい。はい、OK ですね。山本さん。はい。はい、OK です。ちなみに、クイズノックさんどうした？今回の草薙さんのコラボ。すごかったね。神回でしょ。神回だね。すごい、本当に。なんか、ここまで20分でできるんだって。いや、すごい。すごいです。すごい。うん、なんか僕もなんかね、その、これクイズ王と戦ってる、皆さんがいつもドキドキ感、ちょっと味わえたから、うん、あ、こんなになんか、ある意味スリリングでもあるっていうか、うん、そうなんですね。うん。バチバチこう戦えるんだと思って。
知識でね、うん、それがすごい楽しかったです。おこれはもう草薙さん、うん、クイズ王への道開始ですかね。いいかもしれない。最高。続けてください。うん、またあのコラボさせてください。ぜひぜひぜひお願いします。ありがとうございます。ます実はですね、はい、あの僕らの番組でもね、これをですねちょっとね、あの流したいなと思って、ナナニという番組がちょっと最近リニューアルされまして、はい、でちょっと YouTube の方であのコラボでこの再生回数を伸ばそうみたいな企画なので、あのクイズノックさんにちょっと出てもらってもこれいいですか、使っていいですか、ぜひぜひお願いします。じゃあお互いのコラボレーションで、はい、うん、コラボですね、うん、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、ナナニの方も取れ高あったんじゃないかな。お互い取れ高あったんじゃないかな。はい。どうですか、再生回数伸びそうですか、今回。これはね、伸びるんじゃないですか。これは伸びるでしょう。うん。伸びると思う。やっぱうん、得点の入り方が完璧だったから。見ててハラハラしてるよね。うん。そう。だって、クイズノックとしては負けるわけいかないしさ。そうそうそう。だからそこら辺も。面白かったと思う。面白かったですね。やっぱ僕はちょっと追い詰めちゃったからね。クイズドッグをさ。追い詰めたなぁ。ということで、うん、動画の完成を楽しみにしてください。はい。はい、うまく編集してください。はい。任せます、あとは。ありがとうございます。はい。おもろかったね。おもろかった。ちょっとマジ強すぎるか、強かったね。いや、覚え方がね、その覚え方を教えなくても、覚え方は多分身についてて、そう、反復で説明するだけでも。普段じゃ台本とかで覚えるのが、やってらっしゃることが、うん、多分もうできてる、うん、そうだね、すぐとりあえず一周してから二周目行くのがいいみたいな、全部つなげたな、すごいやってた、自分に合った記憶術をもう多分理解してるんだ、うんうん、すごいです。覚えらんない、普通20個普通に、うん、覚えらんないと思う。しかも長い単語が結構あったもん、うん、天文会議所にしてもらった時、うんうん、自信満々に、うん、天文会議所にしてもらったって言えるのすごいよ。いやすごい、なんかこう戸惑ったりしてなかった、うん、思い出すのもなんか、うん、もうバシッて言ってて、推しも良かったよね。推し良かった、やばい、アペジーすごい、うん、なんかよくあそこで教えるよね。そうよ、えすごいよね、まだ元技でとか言ってないじゃん、頭で。そうそうそう、これすごいよね、まだ、ね、これすごいです。なんかその辺の超すごいです。人ちょできないよ、絶対できない、できない、できない、これはできない、これはね、すごいです。ビビったもん、マジで。一番目のスピード、本当にここで体感してほしかった。えって本物が、そうそうそう、嘘と思って、まだ何の話してるか分かんなかったもん、僕も。これすごいわ。すごい、ね、でもいや、特等席だったね。うん、草薙さんと戦えたのも嬉しいし、草薙さんがここまでクイズ打ち込んでくれたのも嬉しいし、審査員パンチにね、いやー、よかったです。いい動画になったんじゃないですか、うん、ということで、まだ見てないよという方はね、メインチャンネルの方リンク見てみてください。はい、さよなら、さよなら。